じゃん、鉢入りのセロームくんです。セロームくんはですね、この茎にワイヤーが入っているので、広げて曲げて暴れさせることができます。でフェイクにありがちなんですけれども、裏側が、葉っぱの裏側がかなり偽物感が強いので、ここの裏側が見えないように茎を曲げてあげてください。で、もう一つのコツはですね、こう置く場所を決めたら、よく見える角度の向きに葉っぱを後ろ側からすべて全部前側に集めてあげてください。そうすると裏側はハゲ茶瓶なんですけれども、表側はかなりボリューミーになります。この2つが可愛く飾るコツです。さあ次に、これを分解していきます。まずは一番上にウッドチップが入ってます。でその下にココファイバーが入ってます。そしてジョーン、中はこんな感じになっております。なのでこう分解してそれぞれ使うことができます。鉢には穴が開いているので、本物の植物を入れることもできます。そして、今はセロームくんが入ってましたけど、違う種類のフェイクさんを入れてあげても可愛いです。そして今度は、このセロームくんを例えば陶器入れてあげると全然雰囲気が違くなります。次はブリキ、全然違う。そしてこういうプラ、ちょっと大きめの鉢に入れてあげても可愛いです。色だったり質感だったり形だったりの違うこう鉢カバーで全然雰囲気が変わるので、まあ一番最初のこう鉢植えのこのセットに飽きたらですね、分解してあげて、で違う鉢に入れて、でこの中側が気になるようであれば、もともと入ってたココファイバーとかを入れてあげて根元を隠してあげてください。はい、セロームくんと鉢のセットでした。